エルコーレバルディには、イタリアフォルリ出身の元自転車競技選手。1956年のメルボルンオリンピック、個人ロードレースで優勝。このほか、同年の世界自転車選手権、アマ個人を追い抜き優勝。同年9月19日には、ミラノで 44.870km をマークして、アワーレコードを樹立した。翌1957年プロ転向。 1957年のジロでイタリアでは総合3位。その後開催された国内選手権個人ロードレースを制したほか、グランプリでナシオンでは2位に入り、トロフェオバラッキーではファウスト・コッピとコンビを組んで優勝を果たした。1958年のジロでイタリアでは総合優勝。オリンピック個人ロードレース優勝経験者として初めて、 グランツールを制覇した。また、国内選手権では、連覇を達成。さらに同年の世界選手権、プロ個人ロードレースも制覇し、こちらも、五輪個人ロード優勝経験者として、初めて世界選手権、プロロードを制覇した。その後、1959年のツールドフランスでは、総合6位、1960年のグランプリで、ナシオンを制覇したが、 後に足の故障に苦しめられ、手術を施さねばならなくなるほどに悪化したことが原因となり、1964年を最後に現役を引退した。引退後はイタリア自転車連盟会長などを歴任。現在は国際自転車競技連合の要職についている。ありがとうございます。